山下林から1939年1月26日は日本の画家である。日本人最初の遺婚画家として知られる。聖京都で生命はイリナ。そのためしばしばイリナ、山下林とも言及される。日立国笠間藩の出身。1873年に江戸に出て豊原国地下という浮世絵師に学び、後に川上東外に洋画を学んだ。 中丸聖十郎に支持する。1877年には、工部美術学校に入学し、アントニオ・フォンタネージの指導を受けた。同窓生の山室雅子の影響で、聖教会に改修した。工部美術学校は1880年に退学する。同年、山室の大役で教会より派遣され、製造画家として収容すべく帝政ロシアの首都、サンクトペテルブルクに留学した。 ビザンチン式の製造の技法を山下自身は好まず、ロシア滞在中に記した日記に、イコンは、お化けへ、イタリア画が描きたいなどの発言を残している。滞在中は、女子修道院で、イコン製作技術を学び、本当は5年滞在のところを、丸2年滞在して1883年に、帰国した。 ハリストス復活1891年帰国後は東京神田する台にあった日本聖教会の女子人学校にアトリエを構え、外界との接触を断ちイコン制作に没頭する。1891年に竣工したニコライドにも後にイコンを描いた。主に関東地方や東北、北海道を中心に300点余りの製造を残した。作風には留学当時ロシアで、 支持されていた、西欧カトリックの宗教画の影響が強く、模写した、ロシアイコンを通じて、山下林がギュスターブドレの聖画集を間接的に模写していたことが指摘されている。イリナ・山下のイコンはべて模写であり無署名である。この点において、聖教のイコンの原則を忠実に守っている。ロシア留学からの帰国後は、留学経験を誇る風もなく、悲観士である。 聖教時法に留学体験を書くこともなく、肖像写真にも土産にもらった、ワンピースを着ることもなく粗末な木綿の着物で写り、教会内で目立った、自己主張もせず、ただただ遺婚制作のみに努めた。当時の女子進学生の証言として、周囲とは全く没交渉で、浴室で稀にあった程度であり、アトリエすらも見た者はいなかったというものがある。ロシア革命後は、 生教も衰えたため、1918年、61歳で、郷里の笠間に戻った。晩年は白内障のためもあって F では取らなかったという。万81歳で没。墓所は、笠間市の三つテル寺。1901年44歳で制作。個人所有の遺婚、ウラジーミルの聖母は2005年に、美の巨人たちで取り上げられた。林の留学した修道院は、 長らく名称、所在地が不明であったが、1979年、川又一英が、当時のレニングラードを訪問し、突き止めている。これは、市の中心から南へ5キロメートル、ザバルスカン大通りに面した、正式名称サンクトペテルブルク復活女子大聖堂、通称のボデビチ女子修道院である、エルミタージュ美術館へ、校庭8キロメートルほどで、一時期、院は、 馬車で通っていた。その後、ロシア革命、第二次大戦を経て荒廃していたが、ソビエト連邦の崩壊後、徐々に再建されている。ありがとうございます。